母が息子を送り出した時と出迎えた時リサ、ウィッティントン2012年、エメット・ルイス・ティルは、白人女性に口笛を吹いたことで殺された、アフリカ系アメリカ人の少年。愛称ボボ。14歳の時、イリノイ州シカゴの実家から、ミシシッピ州デルタ地区の親類を訪ねていたおり、食品雑貨店店主、ロイ・ブライアントの妻キャロライン・ブライアントに口笛を吹いたと、ロイと、 兄弟、JW ミランから因縁をつけられた。二人は、後日、ティルの王子の家からティルを、無理やり連れ出し、ナヤに連れ込んでリンチを加え、目玉を一個えぐり出した。その後銃で頭を打ち抜き、有刺鉄線で70ポンドの回転式面絞り機を、首に縛り付けて、重りにし、死体をタラハシー川に捨てた。ティルの死体は3日後に川から発見され、引き上げられた。 ティルの母親は世界に殺害の残忍性を示すために棺を開いたまま葬儀を行うことを主張した。ティルの遺体はシカゴに戻り多くの市民がティルの葬儀に参列した。また黒人雑誌や新聞報道を通じ原型を止めぬほど損壊されたティルの遺体の写真を数万人が目にするところとなった。この事件に対する抗議の機運は 黒人活動家やその支援者から次第に範囲を広げてゆき、ついには全米でミシシッピー州内の黒人の人権に対する監視の目が集まるきっかけとなった。一方で地元ミシシッピー州の新聞社と州司法当局は、はじめこそティルに対する暴力を非難し、裁判を要求していたが、次第に地元住民を擁護し、連邦政府が、 州に干渉することを批判するようになり、最終的には州当局は殺人者を擁護する立場へと転換した。この事件の裁判は大いに報道の注目を集めることとなった。判決において被告ロイ・ブライアントとミランはティルの誘拐と殺人について無罪となったが、数ヶ月後に二重の保護の中で雑誌インタビューに応じティルの殺害を認めた。 この事件は、アフリカ系アメリカ人の公民権運動を大きく前進させるきっかけとなった重要な出来事の一つとして数えられている。くしくも、ティルの発火期にあたる1963年8月28日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、ワシントン大行進において、歴史に残るアイハバ・ドリームのスピーチを行っている。2004年、アメリカ司法省は、 ミシシッピー州の裁判におけるブライアントとミランの無罪判決に対し多くの問題点を認め、正式に最新の決定を下した。再捜査に伴い、ティルの遺体は掘り出され、改めて検視が行われた。その後、遺体発掘時の慣例に従い、新しい棺に収められ、再度埋葬された。ティルの古い棺はしばらく納屋に放置されていたが、二千九年八月に、 スミソニアン協会に寄贈された。歴史家の言葉によれば、エメット・ティルの人生と死にまつわる出来事は、常に、人々の心に共鳴し続け、ミシシッピーのべての出来事が、魂の帰り着くところとして、ティル、そして、ティルが死んだその地に、最終的につながると言われる。エメット・ティルは、メーミメーミー母さんとルイス・ティル・ルイス・ティルの息子として、生まれた。 エメットの母メーミーはミシシッピ州デルタ地域の小さな町ウェブで生まれた。デルタ地域はミシシッピ州の北西部、ヤズー川とミシシッピー川流域の領域を網羅している。メーミーが2歳の時、家族は地域の黒人差別と法の下の不平等から逃れるため、当時多くの南部の黒人が大集団で北部に移住した流れに従い、 北部イリノイ州アルゴに移住した。アルゴは、リトルミシシッピと呼ばれたほどに、非常に多くの南部の黒人移民を受け入れ、メーミーの母親の家庭は、しばしば南から移動していた人々が、仕事と住居を探すための窓口の役割を果たしていた。ミシシッピ州は、1950年代には米国で、最も貧しい州であり、 その中でもデルタ軍はミシシッピ州で最も貧しい地域の一部だった。メーミーの生まれたタラハシー軍における1949年度の一世帯あたりの平均所得はわずか690ドルだった。黒人家庭の平均はさらに低くわずか年間462ドルだった。黒人の経済的な成功のチャンスはほぼ皆無だった。ほとんどの黒人は 白人が所有する土地に古作人として住んでいた。そして黒人の投票権はなく法的権利は限られていた。エメット・ティルはシカゴで生まれ家族から親しみを込めてボボと呼ばれた。メーミーは自身の母と共に息子を育て上げた。メーミーの夫、ルイス・ティルは1942年エメットが1歳の時にメーミーが 夫の不倫に気づき抗論となったサイ・ルイスは、気を失うほどメイミーの首を絞めたため、逆にメイミーから熱湯を浴びせられる事件があった後、ルイスに対し裁判所からメイミーに近づかないよう命令が下り、刑務所に入るか軍隊に行くかの選択を迫られたため、彼は1943年に陸軍に入隊し、1945年に戦死した。エメットが6歳の時に、 ポリオに感染し、持続的などもりに悩まされた。1951年、メイミーは、ピンクブラッドレーと再婚し、エメットと共に、デトロイトに移った。その後エメットは、シカゴに住むことを望んだため、エメットのみ、祖母の元に戻った。その後メイミーも、新しい夫と共に、シカゴに戻り、一旦エメットと共に暮らすようになったが、 結局1952年に離婚し、ピンク・ブラッドレイは一人でデトロイトに戻った。メイミーとエメットは、親類の近くのシカゴ市南地区の雑多な環境の中で二人きりで生活した。彼女はより多くの収入を得るため、アメリカ空軍の一般職員の仕事に就いた。そして、エメットは時々気が散るものの、十分勤便に家事を手伝うことができた。母は、 息子がその時自身の限界を知らなかったことを思い出した。メーミーとの離別後も、ピンク・ブラッドレイはしばしば、メーミーの元を訪れ、脅迫し始めた。11歳のエイメットは肉切り包丁を取り出し、ブラッドレイに対し、ここから出て行かなければ殺すと迫った。だがそれでもエイメットは幸せだった。彼といとこ、友達は互いにふざけ合った。 そして開いた時間を野球の試合に費やした。また彼は、粋なドレッサーとしてしばしば仲間の注目の的となった。1955年、エメットはまだ14歳だったが、体重およそ150ポンド、身長5フィート4インチの、がっしりした、筋肉質の少年に成長し、すでに大人のように見えた。メミのおじモーセライトは、 夏にシカゴを訪れた際、エメットにミシシッピーのデルタ地区の生活について話した。エメットはデルタ地区を訪れてみたいと思うようになった。ティルが彼女に王子を訪問することをこうた後、メーミーは夏季休暇を申請して、エメットを王子のいるデルタ地区に連れて行く計画を立てたが、王子ライトはティルのいとこのウィーラー・パーカーとカーティス・ジョーンズを同伴させることにした。 大王子ライトは古作人であったがしばしば伝道師とも呼ばれた臨時の聖職者でもあった。大王子ライトはミシシッピー州デルタ地区中のグリーンウッドという町の北に8マイルほどの位置にあり、学校と郵便局、免許絞り機があり、数百人が住んでいるマネーという小さな町に住んでいた。彼がデルタ地区に出発する前、ティルの母親は シカゴとミシシッピーは全く違う二つの世界だと警告し、南部では白人の前で黒人がどう振る舞わなければならないのかを知らなければならないと解き、ピルは分かったと答えた。事件の背景1882年以降の統計によれば約500人のアフリカ系アメリカ人がミシシッピー州単独で法廷外のリン地により死亡した。その件数は 1876年と1930年に顕著に出ており、1950年代中盤には減少しているものの人種差別による殺人は常に起こっていた。南部全体において厳格に設けられていた人種隔離システムは異人種間の交流を避けることを目的とした。その中でも白人男性と黒人女性の性的接触は しばしば起こったものの黒人男性に対する白人女性への保護は厳格に機能しており非常に稀ではあったが黒人の男が白人の女を誘うそぶりを見せただけでも黒人に対し最も厳しい罰をもたらすことがあったこれらの慣習は明らかに第二次世界大戦時に復活した1954年合衆国最高裁判所が ブラウン対教育委員会裁判で、公立学校における人種分立教育の廃止法案を合法と認めた、後人種間対立の緊張がさらに高まった。人種分立主義者たちは、この判決により、異人種間結婚が合法化されるきっかけになると警戒した。特に南部の白人たちに対し、かえって社会的平等の外的圧力に対抗心を高めさせ、 さらに黒人を束縛する方向へ向かわせた。ティルがマネーを訪れる本の一週間前、ミシシッピー州ブルックヘイブン市における政治集会に参加していた黒人男性ラマー・スミスが軍裁判所前で射殺される事件があり、3人が逮捕されたが結局無罪となった。事件の発端。 ブライアントの食料店アートティルは1955年8月21日にミシシッピーを訪れた。8月24日にティルといとこのカーティス・ジョーンズは大王子ライトの教会の説教をすっぽかし、地元の少年たちと共にキャンディーを買いに、ブライアントの食料品店を訪れた。10代の少年たちは皆、地元の小作人の子供たちで、 毎日面活つまみの作業に従事していた。食料品店の店主は白人の夫婦ロイ・ブライアントとキャロラインで売り上げのほとんどが地域の商作人への商売で成り立っていた。その日はキャロラインのいとこが奥で子守りをしておりキャロラインは一人で店番をしていた。重慶邸ジョーンズはティルを他の少年たちと共に残して通りの向こうで チェッカーボードのゲームをするために出かけていた。後にジョーンズは、他の少年たちから聞いた話として、ティルがシカゴで撮った学校のクラス写真を持っており、この時、新しい財布の中から出てきた写真の中の一緒に写真に写っている白人の少年たちは、自分の友人だとティルが自慢し、そして、シカゴの白人の少女を指差し、自分のガールフレンドだと言った、と証言した。 地元の少年のうち一人または複数がティルに21歳のキャロライン・ブライアントに声をかけるよう煽った。ブライアントの焦点の中の出来事に関する詳細な経緯はまだ明らかにされていないがティルがキャロラインに対し親指と人差し指を使う口笛を吹いた可能性があるとも言われる。またティルの失踪に関する新聞のコラムでティルが 自身の喫音を軽減するためによく口笛を吹いていたと解説している。彼の発音は時々不明瞭で、特に B の発音が聞き取りにくかったことをよく母親が指摘しており、さらにガムを噛みながら発音したため、口笛のような音が重なったのではないかとも言われる。また、別人の証言によれば、ティルがキャロラインの腕を掴んでデートに誘ったとの話もあり、 店を出るときに、バイ、ベイビーと言い、また、怖がらなくていいよ、ベイビー、僕は前に、白人の女性と一緒にいたからと言ったとの説もある。キャロライン・ブライアントは後に、ティルが自分の腰を掴んで、デートに誘ったと断言した。彼女はその若い男が、印刷できないような言葉を使ったと証言した。キャロラインはそれらの出来事に驚いて店から飛び出し、 車のシートの下に隠してあるピストルを取りに走り出した。彼女の反応を目撃した少年たちは一目散に逃げ出した。一人の少年はカーティス・ジョーンズにそのことを伝えに通りの反対に走った。ジョーンズとチェッカーをしていた年上の男はその話を聞き、暴力沙汰になるので直ちにここから離れるよう警告した。キャロライン・ブライアンとは 店での出来事を近所に話したのですぐに話が広がった。ジョーンズとティルはトラブルに巻き込まれるのを恐れ、その話を王王子モーセライトに伝えるのをためらった。そしてティルは直ちにシカゴの実家に戻ることを希望した。その時、ロイ・ブライアントはエビの仕入れにテキサスまで出かけており、8月27日まで不在だった。誘拐と殺害はがは、 ロイ・ブライアントがその話を聞かされた後、店に入ってきた若い黒人たちにそのことについて、うるさく聞き回った。その日の夕刻、ブライアントは、JW ・ワシントンという黒人と共に、道を歩いていた若い黒人たちに尋ね回った。ブライアントは、ワシントンに命じ、道を歩いていた一人の若い黒人を捕まえて、小型トラックの荷台に押し込め、ティルトの出来事を目撃した。 キャロラインが名前のわからないもう一人の黒人の身元を聞き出した。ブライアントとワシントンが捕まえたその黒人青年については友人か両親がブライアントの店で彼の保証人となり、またキャロラインの仲間はその黒人青年がキャロラインに近寄って話しかけた人物ではないと否定した。そうこうしながらもブライアントは若い黒人の男がシカゴから来て モーセライトの家に泊まっていることを聞きつけた、数名の証言者の情報によれば、ブライアントと彼の36歳の兄弟ジョン・ウィリアム・ミランが、モーセライトの家からティルを誘拐することについて、議論しているのを耳にしたということである。1955年8月28日の午前2時から3時にかけて、ブライアント・ミランともう一人の男が、モーセライトの家に車で乗りつけた。 ミランは、拳銃と懐中電灯を携帯していた。彼はライトに、家の中に、シカゴから来た三人の少年がいるか尋ねた。ティルは二人のいとこたちと同じベッドで休んでおり、その小さな二人用のキャビンには、合計八人が休んでいた。ミランはライトに、話しかけたクロンボウのところに案内しろと要求した。彼らが事実関係を確認したところティルが、ああと答えたので、 彼を撃つと脅迫して、服を着るように命令した。男たちは、見ていることを話せば殺すとライトを脅迫した。ティルの大王子ライトは、現金を渡すから許してほしいと頼んだが彼らは、応答しなかった。男たちはティルを、小型トラックの荷台に押し込め、ミシシッピーの固い中ドリューの、クリント・シャーデン農場まで走り去った。ティルは、ピストルの柄で殴りつけられ、 再びトラックの荷台に押し込められ、防水布をかぶせられた。その日の夜まで、ブライアントとミランは、ティルと共にいるところを数箇所にわたって目撃されている。数名の目撃者の証言によれば、彼らはティルを、グレンドーラの近くのミランの家の裏の内野に連れて行き、そこで再び彼を殴りつけ、その後どうするか話し合った。ティルが座っている小型トラックの周辺を、 二人から四人の白人と四人の黒人の男たちがうろついていたとの目撃証言がある。ミランのナヤの前を通り過ぎた者が人が殴られるような音を聞いている。ティルがミランのナヤか、またはタラハシー川のどちらの時点で射殺されたかについては異論がある。彼はブライアントの店まで車で連れて行かれ、そこでトラックの荷台に 大量の血液が溜まっていると数人が連絡してきた。ブライアントは鹿を殺したと彼らに説明したが、一つの例として、彼に質問した黒人にその死体を見せ、利口なクロンボウはこうなるのさと言い放った。ああ、俺たちが他に何をしようとしたかってもう奴には希望がなかったね。俺は弱いもの、いじめなんかじゃないさ。俺は、 自分の人生で決してクロンボをなんか痛めつけたことはないぜ。俺は、クロンボーは好きさ。奴らがその中にいる限りはな。俺はそのやり方を知ってる。だがな、何人かの奴らには注意しておかなきゃいけない時だと決めたのさ。俺が生きている限り、クロンボーはその中にだけいることになるのさ。俺がいるところじゃ、クロンボーに選ぶ権利なんかないぜ。もしそうなったら、 奴らが国を動かすことになるだろう。奴らは、俺の子供たちと一緒に学校になんか行かない。そして、もしクロンボが、白人の女に言い寄って手を出そうなんて考えたら、そいつは生きるのが、大変さ。俺はそいつを殺すかもしれない。俺と、仲間はこの国のために戦って、そして正義を勝ち取ったのさ。俺は、涙して、そこに立ちながら、 クロンボーが俺に毒を投げつけるのを聞いたのさ。そして決めた。おい、シカゴボーイ俺は言ったのさ。お前がトラブルを起こすために、ここに送ってきたお前の仲間には呆れ返ったぜ。バカ野郎。俺は、仲間と一緒にみんながわかるような例えを作ってやるぜ。<laughs> JW ミランのインタビュー。 ルックマガジン1956年1956年の雑誌ルックマガジンに掲載されたアメリカ人記者ウィリアム・ブラッドフォード・ヒューイのインタビューの中でブライアントとミランは意図的にティルを殴打ーーしてさらにティルを怖がらせるために地区堤から川に放り込んだことを認めたしかし殴打されている間もティルはこの野郎と反抗してさらにティルは平等だと主張し過去に 白人女性と関係があったと言ったと、ミランたちはヒューイに話している。その後ティルをトラックの荷台に押し込み、70ポンドの面絞り機の回転翼部分だけを、盗み数マイル川岸を運転し、ティルを捨てる場所を探し続けた。そして、川岸でティルを射殺し、回転翼の重りをくくりつけた。モーセライトは、家の前提のポーチで、 ティルの帰りを20分間待ち続けた。その後も彼はベッドには戻らなかった。彼とマネーの街の男たちはガソリンを買い、周辺を運転し続け、ティルを探し続けた。しかし、ティルを見つけ出すことはできず、朝8時に帰宅した。カーティス・ジョーンズは、ライトから、命の危険があるため警察に通報できないと、聞かされた後、レフロア軍保安官他に連絡し、 カーティスの母親はヒステリックに、シカゴのティルの母親に電話した。ライトと彼の妻も、エリーザベス・ライトの兄が連絡を取った、保安官のいるサムナーまで運転してきた。ブライアントとミランは、レフロワ軍保安官、ジョージ・スミスから、事情聴取された。彼らは、ティルを、王子の下から連れ出したことは認めたが、その夜のうちに、ブライアントの店の前で解放したと主張した。 ブライアントとミランは誘拐の容疑で逮捕された。ティルが行方不明になったことが知れ渡り、直ちに、ミシシッピー州は、n a a c p 会長のメドガー・エバーズ及び、同協会、ボリバー軍主任で、後に、渡積のオフに変装して、免火地域に入り込みティルの捜索に尽力するアムジー、ムーアに通報した。遺体の発見ティルが行方不明になってから3日後、 タラハシー川で魚釣りをしていた二人の少年がかなり腫れ上がって損傷の激しい死体を発見した。特にその頭部はかなり激しく損傷しており、右耳の上頭部には銃で撃ち抜かれた銃創が認められ、片方の眼球がなく背中から尻にわたって激しく叩かれた形跡が残っており、首にはワイヤーで回転翼が重りとしてくくりつけられていた。 遺体に着衣はなかったが、LT のイニシャルと MAY251943 の刻印のある銀の指輪が残っていた。ティルの所在に関する情報と、川から上がった死体の身元確認情報との間の混乱が、裁判に大きく影響することとなった。ミシシッピーの地域新聞デルタ、デモクラットタイムスのジャーナリスト、ホーディング・カーターが、ティルはおそらく親類の手でかくまわれ、 密かにシカゴに戻った可能性があると報じた。遺体の顔面は外傷及び川の中に沈められていたことにより識別不可能となっていた。モーセライトはティルの識別のためタラハシー川まで出向いた。ティルの遺体にあった銀の指輪は遺体から外されライトに返された後地方検事に引き継がれた。遺体にあったその指輪が果たしてティルのものだったかどうか。 またティルが生きている間にそのような指輪をしていたという証拠があるのかどうかという点で黒人と白人の間で議論になったとの目撃者の話が残っている。人種感情に起因する殺人事件が数十年にわたり南部中で起こったがこの14歳の少年を取り巻く厳しい南部のカースト社会制度の環境を知らないままティルは成長した。ティルの事件は 北部と南部の行政監修の違い、ミシシッピー州の社会的状況に伴う人種隔離政策等多くの問題点を浮上させる大きなきっかけとなった。そしてこの事件を非難する NACP 全米国人地位工場協会に対するクークラックスクランとも関連があると指摘される白人市民会議との冷戦構想を全米 海外のメディアがセンセーショナルに報道を続け、世界が注目するところとなった。ティルが行方不明になった時、地元新聞、グリーンウッドコモンウェルスは素早くその事件を3面記事に掲載し、他のミシシッピー氏も迅速にその報道をコピーした。遺体が発見されたという報道がなされ、翌日にティルと母親がクリスマスの日に共に微笑みながら写っている写真が、 ジャクソンデリーニュースとビックスバーグイブニングポスト市上に掲載され、ティルの殺人に関連した人物は恥を知るべきだという社説を掲載した。それは今やミシシッピーを愛するすべての市民はチンピラ貧困層の白人が我々の良識を破壊する前に行動を起こすべき時だと訴えかけていると読めた。そしてミシシッピー社会を失墜させているのは 黒人ではなく、暴力を容認している。白人市民会議のような白人が原因だと、論じている。ティルの遺体には、着衣が施され、ライムに覆われ、祭りの棺に収められ、埋葬の準備が施された。遺体には、ミシシッピーにある間に、防腐処理が施されたものと思われる。ティルの母親、メーミーティル・ブラッドレイは、ティルの遺体をシカゴに戻すことを希望し、 ミシシッピーでの埋葬を阻止するため、イリノイ州とミシシッピー州当局及び地域担当に、息子が確実にシカゴに戻されるように働きかけを行ったミシシッピーでは医師による検視は行われなかった。ミシシッピー州知事、ヒューエル・ホワイトは当初、この事件を遺憾に思い、地域が積極的に事件の捜査、起訴を継続しなければならないと主張した。そして、 完全な捜査の実施とミシシッピー州はこのような行いを容認しないことを約束する電報を NACP に送信した。またデルタ地区の白人、黒人の住人はともにティルの事件から距離を置きこの状況に嫌悪感を示した。地元新聞の社説はいろんな区子の殺人を非難した。だがすぐにティルの事件に対する各方面の対応の矛盾が 表面化した。白人市民会議理事長のロバート・パターソンは、人種隔離主義こそが、黒人の安全を保障していたにもかかわらず、その秩序を、NAACP が破壊した事実こそが、ティルを死に追いやったのだと嘆いてみせた。これに対し、NAACP 理事長のオロいをイルキンズは、この事件を、リンチ殺人事件として断じ、ミシシッピーが殺人を通して、 白人優越主義を維持しようとしていると非難した。ティルの母メーミーは取材に対しミシシッピー州が息子の殺人犯人の捜査に対し財政的援助を行うべきでありそのための法的援助を求めると語った。だがこの発表はミシシッピー州が事件そのものへの賠償責任を負わなければならないと言ったと取られる誤解を生むこととなった。ティルの遺体が シカゴの、A、レーナー葬儀所に到着した時、メイミーティル・ブラッドレイは、ティルの遺体を確認すると主張して譲らず、その刺繍が周辺をお,およそ2ブロック先まで漂ったと言われている。彼女は、これ以外に、この中に何があるのか、皆さんにわかっていただける方法がありません。これしかない。世界中がこれを見てほしい、と語り。 棺の蓋を開いたまま葬儀を行うことを決めた。数万人がシカゴにあるロバーツ協会での葬儀に参加し、ティルの遺体を見るために列を作り、数日後にはさらに数千人が葬儀に参加した。大きく損傷を受けたティルの遺体写真は全米に配信され、特に黒人系雑誌、ジェット紙とシカゴディフェンダーではその厳しい論調とともに、多くの世論の反響を巻き起こした。 ネーション誌とニューズウィークの論説によれば、シカゴの黒人社会でも、ここ近年来、聞いたことがない類の事件として伝えられている。ティルの遺体は、1955年9月6日に、シカゴの近郊アルシップにあるバーオーク墓地に、埋葬された。ティルに関するニュースは、全米領海岸の隅々まで広まった。シカゴ市長リチャード・ J デイリーとイリノイ州知事、ウィリアム・スタットンは、 共にこの事件に介入し、正義が行われるようミシシッピー州知事のホワイトに訴えた。だが、その後、ミシシッピー州内の新聞報道のトーンが劇的に変化した。シカゴの葬儀所で暴動が起こったという虚偽のニュースが新聞に載った。軍服を着て微笑んでいるブライアントとミランの10年前に撮られた写真が掲載され、 キャロライン・ブライアントの美しさと美徳が紙面で絶賛された。事件に起こった州外の黒人と北部の白人たちが侵入したという噂が立ち、これを間に受けたレフロア軍保安官が侵入者を連行しようとする行動が取られた。地域の事業家で下界、ミシシッピー州内で最も裕福な黒人の一人であり、公民権推進運動リーダーでもあった。 T.R.M. ハワードは、もし黒人を虐殺したことが許されるならば、第二の南北戦争になるだろうと警告を発した。ロイ・ウィルキンズのコメントの後あたりから、白人層の意見が変わり始めた。歴史研究家のスティーブン・ホイット・フィールドは、北部側の意見や影響を拒否しようとする、一種の脅迫観念に似た、南部特有の閉鎖性が、 ミシシッピー州内の白人たちに特に強く見られると語っている。タラハシー独立州とあだ名がつくほど、この独自の風潮が特にタラハシー軍で深く、全保安官によれば、ここの住人は自分のやりたいようにするので軍の治安を維持するのが難しかったと言われる。最初にティルの遺体を検視し、ミランとブライアントの基礎を担当した。 タラハシー軍保安官のクラレンス・ストライダーは9月3日の発表でタラハシー側から引き上げられた遺体がティルのものかどうか疑問でありその時点でまだ生きていた可能性があると表明し良好だと述べたストライダーの説によれば遺体は NACP によりそこに置かれ TRM ハワードが凶暴し後から指輪を遺体に装着したと述べたストライダーは 自らのミシシッピーの人々に関する報道発表の後、状況が変わることを希望したが、後に最後に自分がしたかったことは、キツツキを守ることだった。だが選択の余地はなかったと述べた。検察官ハミルトン・コールドウェルによれば、白人による黒人男性への暴力行為が白人の女性を侮辱したという理由で行われた場合、 検察側の主張が通るという確信がなかったにも、かかわらず、ブライアントとミランは、殺人罪で起訴された。地元ミシシッピーの黒人向け新聞は、この告発に驚き、なおかつ、ニューヨークタイムズと同様に、この決定を称賛した。検察官、ジェラルド・チャタムによる、たとえどのような有力な証拠があっても、有罪の氷決を獲得することが非常に困難であり、 心配だとするコメントを n a a c p が有料しているという発表が北部の市面で大きく報道された。当初、資金面でブライアントとミランは弁護士を雇うのが困難であったが、サムナー法律事務所の5人の弁護士がプロボノとして援助活動を申し出た。募金箱がデルタ地区の商店や公共の場に設置され、 最終的に弁護費用1万ドルを集めた。遺体発見場所である、タラハシー郡サムナーで、公判が行われることになった。この小さな町、サムナーに立った一つしかない公判所の周辺は、全米から詰めかけた、報道関係者によって包囲された。ジャーナリストのデイビッド・ハルバースタムは、これは、公民権運動史上初めての偉大なメディアイベントだ、と称賛した。 ブルーノ・ハウプトマンとマシンガン・ケリーの後半を取材したことがある記者は、これは今まで自分が見た中でも最も世間が注目した特筆すべき後半だったと当時の感想を述べている。黒人の訪問者に解放されるホテルの部屋はなかった。メイ・ミーティル・ブラッドレイは後半の証言に訪れたがミシガン州の議員、チャールズ・ディグスにこのことを訴えた。 このため、メイミー・ブラッドレイ、ディグス、そして数名の黒人レポーターは、マウンド・バイユーにある TR、T.R.M. ハワードの武装した護衛によって警備されている、広大な敷地の中の邸宅に滞在することとなった。後半開始の前日、フランク・ヤングという若い黒人が、ハワードの元を訪れ、事件に関する二人の目撃者を知っていると告げた。レビコリンズとヘンリー・リー・ロギンズは、 レスリー・ミランの黒人従業員、JW ・ワシントンの兄弟だった。コリンズとロギンズの存在は、ミラン、ブライアントとティルトの関係について注目された。検察側は、コリンズとロギンズの存在を知らなかった。だが、ストライダー保安官は、彼ら二人を、チャールストンの拘置所に交流し、尋問を行った。後半は、1955年9月に開かれた。 裁判は5日間続いたが、出席者はその間非常に厚かったことを覚えている。法廷は280席の要領があったが、当然のごとく、人種によって席が仕切られた。全国の主要な新聞社の記者も出席し、黒人系メディアも訪れた。黒人記者は、白人の記者よりも倍死員から距離を置いて座らされた。ストライダー保安官は、 昼食から戻ってきた黒人の傍聴人たちに、やあ、クロンボたち、お帰りと、明るく声をかけた。北部から来た、傍聴人は、この法廷が尋常でない形で進められていることに、驚きを禁じれなかった。陪審員は、後半中にビールを飲むことを許され、白人の傍聴人の多くは腰にピストルを下げていた。川から引き上げられた遺体の身元を特定することは、 できず、このため、弁護側の戦略として、ティルが、本当に死んでいるかどうか、疑わしいという主張を行った。弁護側は、ブライアントとミランが、一旦ティルを連れ出したが、その後解放したと主張した。さらに弁護側は、ティルがブライアントとミランに連れ出された時にいた、モーセおじさんと、ここにいる、モーセライトが同一人物だったのかという証明を、求めてきた。 その時、ミランの懐中電灯の身が灯されており、他の光源はなかったからである。ティルを誘拐した晩、ミランとブライアントはライトに自分たちの身分を明かしていたが、三人目の男は何も言わず、ライトはミランとブライアントだけをはっきり見た。ライトが立ち上がり、それは彼だとミランを指さした。その証言は特筆に値すべく勇敢であり、アメリカ裁判史上、 黒人が白人の有罪を指摘した最初の事例となった。黒人ニュースネットワーク、ナショナルニュース協会で活動したジャーナリストのジェームズ・ヒックスは後半を傍聴し、ライトがミランを指さしたその姿に大変感銘を受け、それはまさに歴史的な瞬間であり、まるで電気ショックを受けた様だった。ニューヨーク・ポスト記者はライトの行動について、 彼のこの行動は他のどんな言動よりも強く人々を動かしたと書いている。この裁判を取材したニューオーリンズのタイムズイコールピカユーン記者は私が今まで仕事上で目撃した中で最も劇的な場面だったと述べている。メイミーティル・ブラッドレーの証言によれば彼女は息子にミシシッピーでのマナーに気をつけるように注意したがそのことが ティル自身の考えにかかわらず、白人の前に膝を折って、許しを請う状況を作り出したと証言した。被告弁護側の反対質問として、シカゴの棺の中の人物が、本当にティルだったのか、そして、彼女が息子にかけていた400ドルの生命保険に、関連して疑問があると述べた。裁判が進行する間、レフロア軍保安官、ジョージ・スミスと T.R.M. ハワード、 そして白人と黒人数人のリポーターはコリンズとロギンズの所在を突き止めようとした。それは結局不可能だったが3人の目撃者がコリンズとロギンズがミランとブライアントと共にミランの所有地にいたことを証言した。彼らのうち2人は誰かが叩かれ殴られて泣いているのを聞いたと証言した。別の証言者は とても小さな声で証言したため、もっと大きな声で話す、要裁判長より数回注意されたが、彼は、犠牲者が、ママ、主要慈悲を、主要慈悲をと叫ぶ声を聞いた。カーティス・スワンゴ・ハンジは、検察側が、キャロライン・ブライアントの証言はこの事件では、無関係であると、反対した後、陪審の前でないところで、証言するのを許した。だがその内容は、 バイシニン側に漏れた可能性がある。ストライダー保安官は、ティルがまだ生きていたという彼の理論を、弁護側のために証明した。川から引き上げられた時の遺体は白く、また、グリーンウッドの医師は、死体が長い間水中に沈められていたため、遺体をティルとして認識するには、損傷がひどく、識別は、不可能だと証言した。最終弁論において、検察官の一人は、 ティルの行動が間違っていたことを認め、単なる懲罰であり、殺人でないという主張を正当化した。ジェラルド・チャタム検察官は、情熱的に正義を要求し、陰謀を企んだ、保安官と医者の声明をあざけり返した。メイミ・ブラッドレイは、彼の弁論に非常に感動したことを示した。弁護側は、夜間殺害されたという検察側の理論はあり得ないと、述べ。 もし陪審員がブライアントとミランに有罪判決を下すならば、陪審員の祖先脱は墓の中でひっくり返るだろうと言った。ミシシッピー州の殺人容疑者に対する判決は、終身刑、死刑、または無罪の3種類しかない。9月23日、67分間の短い協議の結果、陪審員の判決は、両被告の無罪の評決を下した。 陪審員の一人は、我々がポップを飲むために休憩しなければ、それほど長くかからなかっただろうと感想を述べた。裁判後の評論では、新たな批判が起こった。メイ・ミーティル・ブラッドレイは、法廷で証言に立っている間、あまり泣かなかったと非難された。ほとんど排他的に、タラハシー軍の経済的に貧しく人種感情の、激しい東部丘陵地域の白人が報酬を目当てに、 陪審員として集められた点にも批判が向けられた。歴史家、スティーブン・ホイッティカーによれば、ブライアントとミランの住むレフロア軍の河川地域により、近く、黒人と共に生活する、ノブレス・オブリージュの感覚を持った白人と異なり、東部丘陵地域の白人住人たちの人種感情は、著しく強烈だった。正当な評決を維持するという名目で、少しでも、 個人的に、ブライアントとミランを知っていた、陪審員を解雇したことで、検察当局は非難された。裁判後に、被告を個人的に知っていた人物は皆、彼らを嫌っていたことが、明らかになり、上記の検察の対応が間違いであった点を、ホイッティカーは指摘した。一人の陪審員は、当初二度有罪に投票したが、三度目の投票では、 他の売信人と共に無罪に投票した。後のインタビューで、売信人は、個人的に、ブライアントを知っていると認めた上で、ミランは有罪だったが、単に黒人を殺したという理由で白人に、終身刑、または死刑を適用するべきと思わなかった、と語った。2名のかつての売信人に言った2005年のインタビューで、彼らが、 弁護側の説明を信じていたこと、そして検察側が、ティルが確実に死亡し、川から引き上げられた死体がティルであったということを、証明しなかったと述べた。1955年11月、大陪審において、モーセライト、そしてウィリー・リードという若い男が、二人揃って、証言した。大陪審は、 誘拐についてブライアントとミランに無罪の決定を下したにもかかわらず、彼らはその後のインタビューでティルの誘拐を認めた。その後、モーセライト、ウィリー・リードと裁判でミランとブライアントの目撃証言を行った。黒人数名は TRM ハワードの資金援助によりシカゴに移住した。主な海外の都市、カトリック、プロテスタント、ユダヤ人、 そして、社会主義系を含む、各メディアは、一様にこの判決に激怒し、アメリカの社会風習に対し非難の的を向けた。だが、アメリカ南部、特に、ミシシッピーの新聞は、司法制度が、その機能を果たしたと書いた。ティルの事件は、その後も、この裁判の判決と事務苦労法の存在する、社会制度について、南部と北部の間で、 黒人系新聞上で NAACP と様々な種類の人種隔離主義者との間で大きな議論に発展し引き続き数週間ニュースになり続けた。1955年10月ミシシッピーの新聞ジャクソンデイリーニュースは米軍に召集されたティルのジップルイスティルについてその事実を掲載した。その報道によればルイスティルは イタリアに駐留している間、女性二人を強姦し、その後一人を殺した。彼は、軍法会議にかけられ、1945年7月に、ピサ近郊で軍により、公主刑に処せられた。メーミーと彼女の家族は、この事実を全く知らず、それまでルイスは、恋の不正行為のために死んだとのみ知らされていた。ミシシッピーの上院議員。 ジェームズ・イーストランドとジョン・シース・テニスは、ルイス・ティルの陸軍の犯罪記録について徹底調査を行った。エメット・ティル殺人事件の後半はすでに終わっていたが、彼の父に関するニュースは、1955年10月と11月の数週間にわたり、エメット・ティルの行動とキャロライン・ブライアントの完全性とともに、読者を引きつける議論として、 ミシシッピー誌の一面に掲載された。スティーブン・ホイット・フィールドは、ティルの父親についての論説のようと比較して、ティルの行動の奇妙さを立証するために払われた、努力が不足していると書いているだが、ミシシッピー州の白人住人にとって、ティルの衝動は、明らかに父親から来た、遺伝子による本能であると理解した。歴史家、デイビス・フックとマシュー・グリンディによれば、 ルイス・ティルは、北部対南部、黒人対白人、n a a c p 対白人市民連合の、いちかバチかの非常に重要な終始的な勝負の駒となったと言われる。ブライアントとミランは、一時不採りの原則により3600ドルから4000ドルの報酬で、ウィリアム・ブラッドフォード・ヒューイのインタビューに答えることで、ルックマガジンと合意した。会見は、 ブライアントとミランの弁護士の法律事務所で行われた。ヒューイは直接質問を行わず、ブライアントとミランの弁護士が言った。その内容は以前に聞かされたものではなかった。ヒューイによると、年長のミランの方が、ブライアントより明晰で自信を持っていた。ミランはティルに発砲したことを認めたが、二人ともそれが有罪に値し、 何ら間違ったことをしたとは認めなかった。しかしそのインタビューの後、ミシシッピーにおける二人への信頼は崩れ去った。黒人は彼らの店で買い物をすることを拒否し、銀行から資金担保の融資を行うことができなくなり、彼らは破産した。ヒューイが行ったブライアンとトとミランへのインタビューは爆発的な反響を呼んだ。 彼らが躊躇なくティルを殺害したという彼らの心中の告白は著名な公民権リーダーをして連邦政府に対しこの事件を再調査させる強烈な後押しとなった。この殺人事件は州や地域の司法制度が公民権を侵害していると認められる場合、司法省がこれに介入することを可能にするための1957年。 公民権法を成立させる一つの大きな動機づけとなった。ミランとブライアントが単独行動を取ったというヒューイのインタビューの内容はそれ以前の物語の矛盾を補った。ティルの事件に関与していたと思われるコリンズとロギンズその他についての事件への関与の忘れ去られていた部分の詳細は歴史家デビッドとリンダ・ベートにより語られている。仮に ティル事件の実情が、ルックマガジンの説明する通りだとしよう。そうすると、二人の武装した大人が、暗がりで、14歳の少年を誘拐し、脅迫のために連れ回した。だが14歳の少年は、脅迫に屈しないどころか、暗がりで、武器もなく、一人きりというのに、二人の武装した大人を、著しく脅かし、 二人は少年を手にかけるに至った。一体、我々ミシシッピー人は何を恐れているというのかウィリアム・フォークナー、オン・フィアー、1956年、エメット・ティルはメディア文化と文芸学術文化においてアメリカ人の意識に浸透し始めた。ラングストン・ヒューズは後にミシシッピー、1955年として知られるようになった無題の歌を 1955年10月1日付、シカゴディフェンダーのコラムでティルに捧げている。それは国内で版を重ね、多くの異なる作家から様々な変化を加えられて発行され続けている。ミシシッピー出身でしばしば人種問題を扱っている作家、ウィリアム・フォークナーはティルに関して2冊のエッセイを発表している。一つは彼が裁判前に アメリカの統一を嘆願したもの、もう一つは、1956年にハーパーズマガジンに掲載された、オンフィアーというタイトルで、なぜ、不合理な推理に基づいて、人種感情が形成されていくのかと疑問を投げかけている。1957年のテレビシリーズ、U.S. スチール・アワーの中で、ティルの事件をモチーフとしたエピソードが、 最後の審判の日の正午というタイトルで紹介され、これを書いた脚本家ロッドサーリングはいかにミシシッピーの白人が素早くブライアントとミランの指示に回ったかについて焦点を当てた。そのシリーズの中で直接ティルの名前こそ出なかったが犠牲者は黒人であり白人市民連合は US スチールのボイコットを宣言した。最終的に その作品はティルの事件には似ていなかった。詩人グエンドリン・ブルックスは1960年にブロンズビルの母はミシシッピーを徘徊する。その傍らでミシシッピーの母はベーコンを焼くという題名で詩を書いている。同じ年、小説家ハーパーリーはアメリカ新南部の情景を描いたアラバマ物語で、 白人の女性を強姦したという罪状で起訴された黒人トム・ロビンソンを弁護する白人の弁護士が周囲の中傷を受けながらも職務を遂行していく姿を描いている公民権運動に多大な影響を及ぼしたリーの小説の主人公トム・ロビンソンについてリーはその起源を公に述べなかったが文学教授パトリック・チュアは ティルの事件とロビンソンとの間のいくつかの明らかな類似点を指摘している。ワシントン大行進にも参加した小説家ジェームズ・ボールドウィンは1964年のドラマチャーリー氏のためのブルースでティルの事件をやや緩めに取り入れて基礎を形成して行った。後に彼はティルの事件が数年間彼を悩ましていたと明かした。ボブ・ディランは1962年に ザデスオブエメット・ティルをレコーディングしている。黒人サッカーニー・ムーディは、1968年の自助伝ミシシッピーに来たる時代の中でティルについて言及しており、1955年秋頃には最初に憎むことを覚えたと明かしている。カリブ出身のサッカーオードリー・ロードの1981年の詩集アフターイメージズでは、 ティルの事件と裁判の24年後に、キャロライン・ブライアントのことを考えている、黒人女性の情景に焦点を当てており、また BM、B.M. キャンベルの1992年の小説、ユアブルーズエイントライクマインは、ティルの死を中心に構成されている。作家、トニー・モリスンの、2010年現在唯一のミュージカル、エメットを夢見ては、フェミニストが、 黒人社会の中で男性と女性の交流を観察している情景を描いているが、これは復讐のために蘇った一人の男の目を通してみた時間を考えている間、このアイディアが思いつき書いたものである。学者、クリストファー・メタースによれば、ティルはしばしば文学上でその様相が変わってきており、ミシシッピーの白人たちを悩ます亡霊として、彼らの悪との関係を また不正に対する沈黙について彼らを追求している。ミランとブライアントは数年間テキサスに居住した後ミシシッピーに戻った。ミランは1980年に61歳でガンにより死亡した。ブライアントはテキサスにいる間は溶接工として働いたが、そのため彼のご反省は反毛となった。ブライアントと,とキャロラインはある時期離婚し、 ブライアントは1980年に再婚した。彼はミシシッピーのルービルで商店を経営していたが、1984年と1988年にはフルドスタンプの扱いに関する詐欺の罪で有罪になっている。ブライアントは1994年に63歳でガンにより死亡した。エメット・ティルの母はジーン・モブリーと再婚し、 教師の職を得て、そして彼女の息子に起こった出来事について、人々を啓蒙する、活動家として、彼女の人生を費やした。1992年、ロイ・ブライアントが、ティルの殺人への関与について取材されている間、ティル・モブリーはそれを聞くチャンスあった。ティル・モブリーが聞いているとは知らないブライアントは、エメット・ティルが彼の人生を滅ぼしたと主張し、 後悔の面は表さず、エメット・ティルは死んだんだ。なんで死んだままでいてくれないんだ。俺にはわからないと述べた。1996年、ドキュメンタリー映画制作者、キース・ボーシャンは、ティルの開かれた棺の写真に大いに心を動かされ、ティルの事件を扱ったドキュメンタリー作品の制作開始に伴い、事件の背景調査を開始し、 再婚したキャロライン・ブライアント・ドーハムを含む14人が事件に関与していた可能性があることを主張した。モーセライトはライトの前提でブライアントとミランがティルを連れ去る直前、誰かの小さな声を聞き、それがティルを探していた者の,の声だったと確信した。ボーシャンはエメット・ルイス・ティルの知られざる物語の制作に9年、追やし、2003年に完成した。 同じ年、PBS はテレビシリーズアメリカンエクスペリエンスの中でエメット・ティルの殺人の特集を組み放送した。スティーブン・ホイット・フィールドが1991年に本を出版し、別の本が2002年にクリストファー・メタースによって書かれ、またメイミー・ティル・モブリー自身の回想録も翌年出版された。それらによって誰が殺人に加担し、 また犯人隠匿に関わっていたか、そして川から引き上げられた遺体の身元特定の問題が解決するに至った。2004年、アメリカ合衆国司法省は、ミランとブライアンと以外の人物が関わっていたかどうか、再調査するため、この事件の再捜査を行うことを公表した。アラバマ大学教授で、歴史研究家のデイビッド・ベイトーは、ティルの事件は、 ケネディ大統領暗殺事件と同様に、今や神話としての価値にまで昇華していったと述べている。2005年、遺体は掘り出され、改めてクック軍検視官によって検視が取り行われた。DNA テストにおいて、ティルの親族と比較した結果、その遺体は十分にティルであることが証明できた。頭蓋骨の大きな損傷、左の大腿骨折、 両手首の骨折が認められた。45口径のピストルの銃弾と認定できる金属片が銃装と一致する頭蓋骨内で見つかった。2007年2月、主に黒人の陪審員で構成されたレフロワ軍大陪審において黒人の主任検察官ジョイス・チャイルズは14人がティルの誘拐と殺人に加担したというボーシャンの主張に ついて、信用できる根拠が見つからなかったと結論付けた。ボーシャンは、その決定に激怒したが、ドキュメンタリー、アイズ・オン・ザ・プライズの制作に携わった、デビット・ベートーとファン・ウィリアムズは、歴史を蒸し返し、他の未解決事件から注意をそらす行為だとして、ボーシャンに批判的だった。同様に、大陪審は、キャロライン・ブライアント・ドーハムに対する酷訴の十分な、 理由を乱すことができなかった。ボーシャンによって共犯者として指摘されたヘンリーリー・ロギンズに関しては FBI も大陪審も共に事件に関与したというわずかな信用できる証拠すら発見できなかった。ロギンズ以外に事件に加担したとされる人物の名を公表することを2010年現在ボーシャンは拒否している。ともかくもティルの死と裁判は世界中に 抗議の炎と火の粉を撒き散らした。ミシシッピーの人種差別に世界的スポットライトの先行を投げかけ、全世界に避難の嵐を巻き起こしたのは、殺人に巻き込まれたこの14歳の訪問者だった。マイリー・エバースティルの事件は常に注目を受けるようになり、南部において黒人差別に対する正義の象徴となった。1955年、シカゴ・デフェンダーは、 大勢への投票を呼びかけ、無罪判決に反対する様、読者に訴えた。メドガー・エバーズの未亡人、マイリー・エバーズは、なぜなら、我々黒人は、たとえそれが子供でも、人種差別と、偏狂さと死の危険にさらされていると、全国的に公表されたので、この、ティルの事件は、黒人と白人の両方とも、特に白人コミュニティを含むミシシッピーの基盤を、 震え上がらせるほど強く共鳴していると述べている。NAACP は、メイミーティル・ブラッドレイに、彼女の息子の人生、死と裁判の事実について、全国を回る公園旅行ツアーに、参加するよう要請を行った。このツアーは、NAACP のキャンペーン企画の中でも特に、成功したものだった。ジャーナリストのルイス・ローマックスは、ティルの死が、 黒人の反乱の始まりの時と認識し、また学者クレノラ・ハドソン・ウィームズは、ティルを、黒人の公民権獲得のための、犠牲として描写している。NAACP 責任者、アムジー・ムーアは、ティルを、少なくとも、ミシシッピーにおける、公民権運動の始まりと考える。1987年、エミー賞を受賞した14時間のドキュメンタリー、アイズ・オン・ザ・プライズ とこれに関連する読書資料、アイズオンザプライズとボイセズオブフリーダムは公民権運動に関する重要人物を詳細に取り上げており、すべての動きはエメット・ティルの殺人から始まる。さらにスティーブン・ホイッティカーは、ティルの死と裁判の結果起こったことを以下のように述べているミシシッピーは典型的な人種差別と、 白人優越論の取り出として国中の視線が集まった。この時以降、わずかな人種問題に起因する事件は国中のどこでもスポットライトを照らしてられ、広く知らしめられるようになった。南部を呼び国内周辺の黒人にとってこの評決はノブレス・オブリージュの終焉を意味した。白人権力側に対する信頼は急速に弱まっていった。 放棄主義に対する黒人の信頼は弱まり、そしてアラバマ州モンゴメリーのバスボイコット事件を機に黒人の反乱は1955年12月1日に公式に始まった。モンゴメリーにおいてローザパークスは白人のバス乗客に彼女の席を譲る運転手の要求を拒否しバスボイコット運動において1年間にわたる草の根運動を展開し、 最終的に、市側の人種隔離政策を撤廃させることに成功した。後にパークスは、立ち上がって後部に移動するのを拒否したとき、私はエメット・ティルについて考えました。そのとき、私は後ろに下がることができませんでしたと語っている。歴史家クレーボーン・カーソンによれば、ティルの死と1957年のリトルロック高校事件を機に、 特に若い黒人層の中にある不満を表明する、初期の単独の講義という形で、1960年代の座り込みというデモンストレーションが生まれていった。ティルのひどく損壊された遺体の写真を見た後、ケンタッキー州ルイビルにいた若き頃のカシア・スクレイという人らは、彼らの欲求不満のはけ口に、地元の列車車両庫を破壊し、機関車エンジンを走行不可能にした。 1963年、サンフラワー郡の住民だったファニール・ヘイマーは、選挙のために登録しようとして投獄され、警察から拷問を受けた。翌年、彼女は、フリーダム・サマーキャンペーンを主催し、積極的にデルタ地域を回り、黒人住民に対し選挙登録への推進運動を行った。1954年以前は、 デルタ地域における黒人の人口が40%を占めていたにもかかわらず、わずか265人の黒人が選挙登録していたのみだった。エメットが殺害された年の夏は、デルタ地区の黒人は一人も選挙登録をしていなかった。1964年、フリーダムサマーは6万3000人の黒人の有権者を登録するに至った。だが、 ミシシッピー州内の規制政党に加わることは禁じられていたので彼らは自身の政党を設立する必要性が生じた。エメット・ティルの物語は20世紀後半で最も重要な出来事の一つです。そして重要な要素は棺でした。それは我々が痛みを感じて失われたものを理解して物語を語ることができる対象です。 私がそう感じたように、人々にも感じてほしい。人々に、感情の複雑さを感じてほしいと思います。ロニー・バンチサンセ世・ティルは、今も、なお、文学芸術において、そして様々な形の記念として、人々の注目を集めている。1976年、エメットを記念する銅像の除幕式が、デンバーで行われ、 ティルとマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが共に歩く姿を見ることができる。ティルの名は公民権運動に命を捧げた40人のうちの一人に加えられ、1989年に完成したアラバマ州モンゴメリーの公民権運動記念碑にその名前が刻まれている。1991年には、 シカゴ市内71番通りの7マイルにわたり、エメットティル通りと命名された。メーミーティル・ブラッドレイは、地の日曜日事件の35周年記念式典を含む様々な記念イベントに出席した。後にメーミーは、彼女自身の思い出を書いている、エメットが生きている間にできなかった重要なことを、死において成し遂げたと、私は理解します。それでも、 私はエメットに殉教者であって欲しいと思いませんでした。ただ、良い息子であって欲しいだけでした。それほど多くの人々の犠牲によって成し遂げられ、成し得た全ての大きな成果を私自身は理解しましたが、本当はもっと別の方法でそれを成し遂げることができたらということを私自身は願っていたことに気がつきました。ティル・モブリーは2003年に死去し、同じ年、 彼女の回顧録が出版された。かつてティルが在籍したシカゴのジェームズ・マッコッシュ小学校は2005年にエメット・ルイス・ティル・スーリー・アカデミーと名前が変更された。エメット・ティル記念ハイウェイはミシシッピーのグリーンウッドとタトワイラーの間ティルの遺体がシカゴに向かう駅まで通じるルートに開通した。そしてそれはクラレンス・ストライダー記念ハイウェイと交差している。 2007年、タラハシー軍は、ティルの家族に対し、公式な謝罪を行い、次のように宣言した。我々タラハシー軍の住民は、エメット・ティルの裁判が、大変な誤審であったことを認めます。我々は、まさしく正義を追求することができなかったことについて、申し訳なく思います。同じ年、ジョージア衆議院で、1965年のセルマの、 更新の際に殴られ、頭蓋骨を骨折したジョン・ルイスは、公民権闘争時代の未解決の殺人事件を調査し、遂行するための計画を講演するためのスポンサーとなった。2007年、エメット・ティル、未解決の市民権犯罪行為に関する法律は2008年に成立した。2009年7月9日、 バーオーク墓地の遺体を掘り起こし、遠方地域に登記した後、墓地区画を再販する計画を立てたとして、墓地のマネージャーと三人の労働者が告発された。ティルの墓に被害はなかったが、ティルの以前のガラスの蓋がついた棺が倉庫で荒れ果てて放置されているのが発見された。ティルが2005年に新しい棺で再度埋葬された時。 エメットティル記念博物館の構想が上がっており、そこに彼の元の棺が設置される予定であった。その記念博物館のための募金の管理をしていた墓地マネージャーはその寄付金を横領した。どのくらいの寄付金が横領されたかは不明である。変色した棺、破れた館内層の記事、その中でうごめいている生物、それらの確認を墓地管理局も怠ったが、 ガラスの蓋は無傷だった。その1ヶ月後、ワシントン DC のスミソニアングアフリカ系アメリカ人、歴史博物館は、ティルの棺を入手した。館長のロニー・バンチ3世は、それは将来、来訪者を立ち止まらせ、考えさせる重要な展示物になるだろうと述べている。ありがとうございます。